岡倉岳は、新潟県東蒲原郡阿賀町の南東部にある山。標高は1386.5メートル。越後山脈に位置し、浅草岳とともに、新潟県側と福島県側の分水嶺になる、主要な山。急峻な尾根や岩壁から、開越の谷川岳、開越の谷川岳とも称される。 山頂付近及び東側の尾根は緑色業海岸が露出する岸壁からなる。なお、山頂には二等三角点、三日ぐ岳が設置されている。周辺にはブナの原生林が残り、野生の動物性も豊かで、県境の本名岡倉の稜線付近は林野町の奥合津森林生態系保護地域の保存地区に設定されている。山頂からは南に本名岡倉。 無地長、森山、合津朝日岳、南西に浅草岳、相門岳、西に、八幡岳、東に、笠倉山と県境の山々が見渡せる。古くから信仰の対象とされてきた山で、福島県合津三里町の伊佐住神社演技では、紀元前88年、四道将軍、大彦の命と、竹ぬかあ川家の命の親子が絵像を平定するため、 北陸道と東海道に派遣された折、出会った土地を合図と名付け、天津岳山頂に国土開拓の祖神として、宇部、善神を祀ったのが起源と言い,い、後にこの山を三日倉岳と合したという。その後、山頂に鎮座していた神社は、博士山、明神が岳を経て、現在の藍住里町に遷座された。江戸時代の文化年間に編纂された、新編合図風土記では、 昔高田村、伊佐住明神、この山に鎮座あり支持、西山日光寺の総格堂神楽を、総せり、山の名これに、インブルトウンとある。新潟県側に、佐都市道の塔という岩場があり、山頂付近及び東側の尾根には、天子井本、山伏尾根など、山岳信仰の主源との関わりのある地名がある。ありがとうございます。